あ2連覇がかかるトーマス軍団、さあ間違いなくポイントになるのはディクソンクレイジーチーム先方のイプシロン G。 ここが大きい番でしょう。はい、それでは始めてください。決勝戦先鋒戦、イプシロン G 対愛谷誠。さあ、お互いようやくガード、さあガード、この2人にガードボタンないのか。さあ殴り合い、なんとセイスも読みでウルコ、なんかすごい試合。引き上げに入れます、勝負。あっと出すか、ここで間にノリノリ、抜ける、やったー、ここで逃げジャンプダイバー。さあ殴り合い早すぎる。まずは勝ったのはハイサニー。中継ゲートロー、あ、お互い緑色、どちらかといえば灰谷の方が補色でしょうか。お互いふわふわしたものが頭についてますか。なかなか攻めない、前出し惜しい、怖すぎる、プレッシャーかけていく、さあと誘っている、しかし、残せなかったガンダギア取る、大きい手でいかない、なんとウルコン、これは落ち着いてガードウルコン入れ替えして1本目取るのはレトロ。ついている相谷のプレッシャーにもめげず落ち着いてバックステップからウルコンガードしたエイドロー、コマンドで積極的な相谷を勝利、暴れ2連発、崩していく、ダッシュ投げる、さあエイトロ、これは素晴らしい試合でしたね。このよくあのハイタニのプレッシャーを
終わっていますが、一応これで中堅戦です。中堅 MDR、 さあお互い対象にさあこれでございます。
りできないな、この後切り返した、魂の爆発、前飛び投げる、遅らせ投げ、ミキさん、さあ今でやるくるか、前方前進、現状はトーマス軍団です、拍手お願いします。はい、じゃあちょっと待ってくださいね。はい、それじゃあ、ちょっと優勝のコメントをもらいたいので、はい、じゃあ優勝コメントをちょっと一言ずつもらっていいですか。あと写真撮影も行いますので、ちょっとカメラも撮るので、もう皆さん、はい、ちょっと前に、はい、では優勝おめでとうございます。トーマス軍団の岡田です。じゃあ、優勝コメントをもらいたいと思います。結局ハンター発表してくれたんで、ありがとうございます。僕はちょっとここ並み話しただけなんで、何も言うことはないです。すみません。はい、どうもありがとうございました。では、はい、では、NSB21 も、こんな感じで終わりましたが、今回、入賞された、トーマス・グッナーの方々に、またもう一度ご起拍手をお願いいたします。それで今日、参加してくださった方も、本当にありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。以上、お疲れ様でした。とりあえずですね、次回の予定は未定ですけれども、またやりますので、お願いします。はい。じゃあ、今からですね、で、今ね、長い時間お店お借りいただいてますので、どちらの方にご協力ください。じゃあ、優勝チーム、もう一度写真撮影、あっちのモニターの前でお願いします。やるとしたら4月です。3月はありません。3月はちょっともうパンパンでスケジュール、4月です。はい、じゃあということでストリームの方先に終了いたします。はい、ストリーム終了します。はい、皆さんありがとうございましたということで、はい、ありがとうございました。はい、さよなら。